インゴルフをご視聴の皆さん、はじめまして、ミッキー大好きくるミッキーと申します。千葉県にありますアクアラインゴルフクラブを9ホールラウンドしてもらおうと思ってます、はい、でくるミッキーさんはちょっと事前に調べましたら、ゴルフ女子ヒロインバトル4回も優勝してるっていうゲームを用意してまして、はい、お25マス中20マスクリアしていただきますと天ギフをプレゼントしてます、はい、お願いします。これはパン4。うん、ナイスです。はい、次打ちやすいです、あそこは。でもさ、ゴルフできて、そうするとコロナのちょっと前からってことでしょ。コロナの、いや、始めたのは多分7、8年前ぐらいです。あ、そっか。そう、で、それでそのコンペで、はい、2、3ヶ月に1回コンペするぐらい、はいはいはい、でしか多分そんなラウンドしてなかったです。うん、その時は。そう。だから年に2、3回だったんがコロナ禍になって、なんか頻度が増えてゴルフする。ああ。でそれでそこからあまりどっぷり。うん。やっぱどこかでなんか聞いてると、ラウンド頻度が上がった時にみんなスコアが良くなってる感じがする。いやいやいや、それは思います、うん。コンスタントに行き始めると。なんか掴んだまままた次のラウンドできるんで、うん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 、いいですね。はい、お菓子タイムですか。はい、ミニチョコ美味しいですよね、うん、じゃあちょっと待ってる間につけるとこつけちゃおうかなと思って、はい、いろいろついてるのかな。はいそれ何これはミッキーです。丸3も書いてるんだけどミッキーです。丸3つ全部ミッキーじゃん。はい、ミッキーです。もう 何でもミッキー、何でもミッキーです。それは好きですね。すごい大好きです。ホール紹介って例えばなんかもう最初に言ってくださってるじゃないですか、うん、あそこがドッグレッグだからとか。そう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 、うん、言ってるんで、はい、まるでやった。うわ、結構、うん、5個まではありだからあと10個、いけんじゃない。あと10個ロスト、ワンペナ、チップイン、バーディーはちょっと難しそう、うん、ワンオンもう無理か。ワンオン、あ、でもパー3があるのか。次パー3があるんで、そこで。あ、じゃあもうそこしないですね。はい、できるとしたらこれ、自分からできるのはこれとこれですよね。うんうんうん、カラーボールと質問回答、うん、頑張ります。お願いします。はい、行きましょう。ちょっといろいろ持ってきます。はい、94でした。9番でいきます。うん、あ、ちょっと大きい。でもめちゃいい感じに。よかった、すごいこう綺麗に綺麗にいきました。いや、大きかったけどいいですね。サムネ用の写真の、うん、ポーズイメージはちょっと。何ですか、あれですか、もしかして。え、伝わった。はい、あれですか。でもあれで、うん、多分なんか1000人ぐらい増えた気がします。おお、よかったじゃん。はい。って、まあ、あれあれ言ってて分かってないから、あとでちょっとゆっくり説明しますね。はい、まあ、結構多くいっちゃったんだ。そう、パーは。パーもう一個あります、埋めれますもんね。うん、なんかありましたよね。入らなくても寄る感じでいきます。あー、なんかボーンでした。あ、いやー、ちょっとあの成果あるぞ。このボコが。え、オッケー、オッケーでもいいですよ。はい、いや、あのボコがなければめっちゃ筋ってた、うん、イエイ。でもパー。ナイスパーです。いやー、あれなければワンチャン入ったかもしれない。ね、めっちゃいい。なんかポンって飛んでちょっとずれた。そう、ずれた。右に跳ねちゃった。じゃあちょっとあれについて、はい、次のホールに行って。は
れについて詳しく、はい、聞かさせていただきたいと思います。はい、教えましょう。とある投稿で、うん、ブレイクしましてそう、だいぶ私の投稿1なんか伸びた、はい、なんかリールでちょっとそのラーメンがさっき好きって言ったんですけど、ラーメンのラーメン屋さんで、まあ、食券を買って並んで待ってたんですよ。で結構並んでて、先頭来てもずっと待ってたから、ちょっとこう半券をこう見せびらかして遊んでたんですよ。あの遊戯王みたいなね。あ、そう、遊戯王みたいにこう、うん、シャキーンみたいな、うん、そう、かっこよかったね、なんか決まってて、そう、うん、やってたらっていう動画、ふざけた動画を撮って、まあストーリーで、ね、リールに上げたところ、ドカーンといい意味でも、もうちょっと待ってくださいっていうのが何回か続いてたから、ふざけて遊んで動画撮ってたら、店員さんがあ、お待たせしましたみたいな感じで、なんかちょっと笑って見てくれてたから、でそれになんかやっぱふざけて動画撮ってる時に声かけられてびっくりしちゃって、うん、あーみたいな、そう、なんかすごい顔してた、すごい、そう、慌てすぎてこの遊んだ手のままチケット渡しちゃったんですよ。あーはい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 、そう、こうやらずにこのまま渡しちゃって、 それですいませんって、ね、っていう動画だったんですけど、なんかコメントピッて見たら、うん、ちょっと賛否両論っぽくなってて、そうそうそう、なんかコメント同士でこうコメントの中で、私のコメントじゃなくて誰かのコメントに、なんでなんかこう喧嘩みたいな感じになって、うんうん、そうじゃないと思うよみたいな、簡単だしね、そうじゃないと思うよだけど、じゃあやんなよみたいな、なんかそんなのどうでもいいよみたいな、 そんなこと言ってねみたいな、そうそう、なんかネットあるあるだよね、そうそうそう、うんうんうん、になったから、でもおかげさまでなったんですけど、でもその、もともと最初にその、まあ、ネガティブなコメントをした方が、でもちょこちょこ私のそのリールをこう見てくれてるのか、うん、なんか何十万再生いきましたねとかってコメントが来るんで、うん、あ、なんかすごい見てくれてる、そう、すごい記録してくれてるし、その後も DM くれたりとかして、うん、そう多分ね、アンチっぽいのやったコメントにしてもそこまで悪気はないんだと思うんだよね。なんかこう、うん、そういうの入れたいみたいな、そう、なんかちょっとあるじゃん、みたいな感じで、あの特にこうツイッターとかって、うん、あとそう2チャンネルとかって、うん、そういう文化があるから、うん、多分そういうノリの人もたまにいるから、インスタでもそれが気持ちよくこうハマった感じで、そうだから内容とかは全然本当なんか、うん、いやマジ可愛いですよ。特にあの、ええみたいな感じで。ええでした。結構ええ。スラッともあれ。そう。あの、インスタの URL を概要欄に貼っとくんですけど、うん、その下にもう、はい、あのその、その、はい、リール動画の URL も貼っとくんで。ありがとうございます。はい、いやでも、そう。ちょっとそれさ、やってくださいよ。再現。はい。今、ビンゴはこんな感じです。で、隣から。で、言われて、似てる感じ。あー似てる。しかもなんかチケットもラーメンコーラって書いてあって、やっぱ見てる人はえコーラコーラわらみたいな。ラーメンとコーラわらみたいな。結構そのやっぱインスタだと可愛いのいっぱい載せたいじゃないですか。うん、でもそういうちょっと砕けたとこもあるよ、うん、っていうのでちょっと載せてみました。大丈夫です。みんな分かってます。はい、ですか？はい。そういうやっぱそういうのもやっぱ楽しいですよ。うん、なんかこうなんか可愛いなんかこう決まったやつ以外のも、うんうんうん、面白い方が。そう面白い、うん。ぜひ見てください。そして優しいコメントお願いします。あの戦わなくていいです。アーチのコメントと優しい感じでお願いします。ここに来て使います。しっかりカラーボール。はい。ミッションクリア。カラーボール。はい。110。だけど、キャリーで乗ってほしいので、ちょっと番手を大きくします。これはワンオンしたいです。うん。あ、短いかな？よし、ナイスです。やったー。これは嬉しい。乗ってまーす。ナイスです。しっかり乗ってます。
ちょっと右フック狙って行きます。いやー強かったです。返し。OK です。悲しい。ボギー、スリーパットでした。ターン取りたかった。じゃあね。はい。じゃあ。最終ホールです。行きます。あれ違ったっけ？そうです。ですよ。ギャー。じゃあ最終ホール入る前に、はい、インスタで募集した質問に、はい、じゃんじゃん答えてもらおうと思います。はい。お願いします。はい。ありがとうございます。コメント質問。じゃあまず得意クラブは何ですかとか得意番手は何ですかっていうのがあるんですけど、私は56度のウェッジです。なんかアプローチがすごい好きなので好きで得意なので56でこういろんな打ち方とかして寄せる練習とか寄せるのが好きです。得意だし好きです。で、仕事は何をしていますかっていう質問、これ結構普通にプライベートっていうかあのこう質問箱をやらなくても聞かれるんですけど、福祉系の移送サービスの仕事をしてて、私は基本的に視覚障害の子の学校の送り迎えだったりとか、高齢の方の、病院の送り迎えとかをやってます。だから結構その大型でなんかデイサービスの送り迎えとかをやってるっていうよりかはそういう病院とかでの送り迎えだったりとかが多いです。なんかタレントさんみたい な、 なんかこう活動だけをやってるのかって思ってました。いやなんかそうですね、なんかここ最近増えてきててそういう仕事が多いのはすごく嬉しいですけど、全然それだけじゃなくて、まあ、じゃあどちらかっていうと、なんかその仕事をしっかりやられてて、その楽しく趣味で、まあ、ゴルフが楽しくてやってて、でまあ、インスタとかでも上げてったらフォロワーさんとかも増えてきて、お仕事のご紹介とか、とかそう延長で増えてきたみたいな、そんなような、そんなような感じです。あ、だから結構職場でも応援してくれてますみんな。もういいっすね。そう、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ一旦カット打って、はい、いきます。320ヤードドライバーでいきます。ナイスです。なんか逆光で全然見えないです。まっすぐです。大丈夫ですか？なんか捕まってる感じのまっすぐでした。大丈夫ですか？はい、全然反対方向です。なんか変な当たりした気も。カート入れるので入ります。143なので5番ウッドでいきます。乗ってくれ。そしてワンパットバーディー取るんだ。あ、やばい、かすっちゃった。なあ、まあいるから、いるはいる、まいるいます。ちょっと早かったか、手だけが先に動いた感じがします。行きます。あ、左。いやでもシャンク出なかったんで、いい、もうまとめてる。いいです。一回も出なかった、はい、出なかった。多分アプローチするシーンがなかったですね。なんか微妙に乗ったりとか。はいはいはい。ちょっとこのゴルフ場気に入りました。また来たいです。もう本当名前の通りアクアライン渡って、すぐ最初にフックすら。惜しい。
じゃあ最後なんで、はい、ビシッとバシッとお願いします。はい、イエーイ、ボギーです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、はい、キーホールお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そしたら最初に、うん、まだあの質問の回答が少し残ってますんで、はい、そちらを先にお願いします。はい、クラブセッティングが見たいです。ゴルフ用品のお気に入りの小物があれば見たいです、ということで、セッティングはさっき、あ、はい、説明したので、ゴルフ用品のお気に入りの小物はこのティーです。ででん、これなんかパリティっていうゲンゲンさんの作ってるティーになるんですけど、これにしてからなんか飛距離が伸びた気がして、多分伸びてるんですよ本当に。でこれなくして違うの使うとうんってなるんで、本当に多分伸びてる気がする。え、それフォークにもなるってやつでしたっけ。あ、そうですそうです。このそうピッチマーク直すのにもいいし、なんか結構可愛いですよね。いろんな色がある。パリティパリティ、ぜひおすすめです。メンズでもおしゃれだと思うゴルフブランド3選、これ難しい。3選でもポンって出たのはやっぱレザレクション。私今日レザレクションなんですけど、レザレクションも結構メンズ可愛くて、あえてメンズ買ってメンズ着たりもするぐらいなんですけど、多分レザレクション着てるとやっぱ私はあ、レザレクションってやっぱ思うぐらい、で結構発見しやすいっていうか、だから結構レザレクションの人がいると嬉しくなっちゃいます、うん、でもムータマリンも着てるんですけど、ムータ、はいはいはい、サーフィンからこうゴルフもやってるって感じなんで、そうオーバーサイズというかちょっと大きめの感じが多かったり、でも動きやすいしかっこいいしっていうのもおすすめ。で私結構テーラーメイドを着てる男性も好きですね。ピタッと、はい、ちょっと韓国っぽい感じのテイスト、うんうん、好きです、おすすめ、うん、じゃあ次、これってどうしてそんないつも可愛いのってすいません、なんか嬉しい質問ですか。ちょっとあの褒め言葉みたいな感じになっちゃってありがとうございます。彼氏はいますか。いや、このゴルフと関係ない角度のありがとうございます。ありがとうございます。彼氏はいるような、いないよいないって、いないっちゃいないんですけど、いるっちゃいるというか、まあ、ミッキーです。ミッキー、はい気持ちね、私が思う分にはいいですよね超痛い子みたいになってますね。ちゃそんなことないでしょ日本のミッキーですか、うん、そうですね、日本のミッキーもいいんですけど、結構海外のロスのミッキーは背が高くてかっこいいです、はい、なんか日本のミッキーだと耳がここにちょうど顔にある感じなんですけど、立った時に、うんうんうん、でもロスのミッキーは結構高くて背が高いです。足が長い、あ、なんかそんなイメージあるわそうですご飯が美味しいゴルフ場ベスト3。でも3選難しい。だから結構ご飯好きなんですけど、あんま覚えてなくて、覚えてるのが1個だけあって、それがあのロッテ美奈吉台の、はい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 、スンドゥブとビビンバのセットがあって、それがもう毎回美味しい。で備え付けのキムチも美味しいんですけど、なんか別でキムチ単品で出てるキムチが美味しいんですよ。で聞いたらちょっと違うキムチらしくって、そんなこだわってんのねなんかこだわってるみたいでだからちょっとそれしかこうベスト3言いたいんですけど、ちょっとそれしか思いつかないので、まあ、ダントツだということですね。ダントツロッテ美奈吉台の、あとポッサムキムチも美味しいです。キムチが好きなのかそう、ぜひ食べてほしいです。ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、すごいなんかいろいろな角度で、うん、僕からはやっぱ聞きづらいのを皆さんありがとうございます。ありがとうございますこんな感じでちょっと他の子の時もやってもらえたらいいなみたいな、はいはい、ぜひお願いします本日のスコアは46でした。はい、微妙ですね、うん、まあでもなんかその昨日調子悪かったって言ったじゃん、うん、そうなんですよ、だからちょっとほっとしたんじゃないですか。シャンクも出なかったし、うん、みたいな。よかった、内容は良かったです。はい、はい、でゲームがこんな感じです。はい、はい、なので
17クリアしたので68ポイントです。はい、いや悔しい。ワンパットとかもいけそうだったし、うん、バーディーもね、ちょっとリベンジがあればリベンジしたいです、本当に。はい、今日ありがとうございました。こちらです。楽しかったです。本当ですか？なんかこんな一人でラウンドして、うん、撮っていただいて、うん、私にいろいろ聞いてくださったりとか、私の良さを出してくれてる感じのチャンネルさん、チャンネルさん、チャンネルなかなかないので、本当にありがとうございますって感じで、今後もいろいろいろんなゴルフ女子が出るっていうのも聞いてめちゃめちゃ楽しみです。私も見ていこうと思ってます。ありがとうございます、はい、ぜひいいねとかコメントとか、はい、まあ、あとクルミッキーさんのインスタも、うん、まあ、フォロー結構してる方多いと思うんですけど、まだの方はちょっと見ていただいて、うん、お願いします。投稿面白いんでぜひお願いします。お願いします。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。